10月26日日曜日に名古屋国際会議場で ESD 愛知名古屋子ども会議が行われ、成城高校の代表者が昨年に引き続き参加しました。成城高校は子ども兵士に着目し、その学習の成果をポスターセッションとして発表しました。他校のさまざまな意見を聞くことができ、世界に目を向けることができました。これからもこのような現状があることに目を背けることなく、活動を続けていきたいと思います。補修が容易、報酬がいらないなどのさまざまな理由がありなく、多くの人にこの現状を知ってもらう必要があります。私たちはこの研究を通して、世界に子ども兵士が存在していること、知らないところでたくさんの人が貧困や飢餓に悩まされているのでもあります。ありがとうございました。